皆さんお疲れ様です。アライルと申します。今回なんですけれども、はい、今そうですね、開催されております、昇級試験ですね。皆さんいかがでしょうか。まああと1日と、まあ、3時間というところで、はい、まあちょっとね、かなり疲れてきたんで、この辺で動画を撮りながらちょっとお話しさせてもらおうかなと、思ってるんですけど、まあ、そうですね、今自分はこんな感じです。うん、209勝なってるんですけど、結構リタイアもしくは、うん、負け、うん、が今回の昇級試験に関してはめちゃくちゃ多くなってますね。まあ、というのももうそうですね、超人祭、まず超人祭限定のワザペイン、うん、あいつが出てきたら、うん、スピードが乗ってる状態のペインだと、もうちょっと太刀打ちできないですね。うん、まあそれはもうやるだけ、まあちょっとね、時間の無駄になってくるんで、まあもうリタイア。うん、あとは、新しい、そうですね、イタチですね。うん、あの3つもめちゃめちゃ早いんで、まあ、あの子の場合は、うん、まあなんとか、なるんで、で自分の編成が、一応、まあ、最初確かイタチ、トイの、イタチを入れてたんですけど、トイのペインにしてます。っていうのも、これで、まあ、かぐやですね。かぐや対策にもなりうるし、まあ、5回復活ついてるんで、新規の、イタチとか、まあ、何せ、どの相手でも、トツカのイタチが打たなければ、全部ペインに攻撃、単体攻撃に関しては、全部ペインに攻撃してくるんで、まあだからその間に、まあこちらの、そうですね、状況を整えて、あとで一気に叩くというような感じでいくと、まあイタチが落ちずに、うん、越せるというような、状況になりやすくなるんで、そうですね、だからイタチは結構、まあ早速、開幕から打つ場合もあるんですけど、まあ、デバフかけて、こちらに有利な状況を作ってから、うん、攻撃し出すというような形、まあ、その間に、党員の点には、うん、3、4回、うん、耐えていただくというような、運びに、してる場合が最近で多いですね。うん、で、まあ、そうですね、やっぱり、まあ、かぐや、まあ、皆さん苦労してらっしゃると思うんですけど、これに関しては先ほど出てた SD キャラで、まあ、一撃で落とせる場合もあるし、3発かかる場合もありますし、まあ、任務次第のところがかなり大きいのかなと思うんですけれども、まあその最中に、まあ、当人のペインの、スキル2で攻撃も与えれるようにはなるのかなと、うん、っていうような、感じですね、うん、かぐやに関しては。あとはそうですね、あと苦労してるのは、あ、まあ、そうですね、ゆえつまだらのスピードが速いやつは困るですね。まあそれでも、先にも絶対打たれたらもう絶対無理なんで、うん、もう、リタイアですね。まあそんな感じですね。うん、で一応、今の順位が、327位ですね。結構ね、自分やってるんですけど、まあ、バイカ薬も、そうですね、最上位に上がってからちょこちょこ使い出して、今月限定の分はもうなくなったんですけど、そこから、うん、普通のバイカ薬、もしくは5倍薬っていうのはまだ一足も使ってないんですけど、うん、やっぱりそうですよね、もうガンガン使ってらっしゃるのかなと思いますとか、使ってますよね、そのね。うん、しかも、僕ちょっとね、昨日、ツイッターの方では、つぶやかしてもらったんですけど、急遽ね、仕事が入るというね、これね、もう予想外の、そうですね、手痛い、ところだったんで、うん、今まで結構、まあ、そうですね、まあ、しんどいなと思いながらも、飽き飽きしながら、頑張って、いろんなことしながら紹介しておった中で、うん、仕事が入るという、これはかなり、うん、痛い状況になって、まあ、帰ってきたのも、夜中の、12時だったかな、それぐらいになったんで、その間ちょっとロスっちゃったんですけど、まあまあ、200位以内か、まあ、あわよくば、そうですね、うん、何位ぐらいまで行こうかなとは思ってるんですけど、300位以内、いや、ちょっと300位以内か、
200位以内、ですね。まあ300位以内はなんとか行きたいなと思ってるんですけど、はい、皆さんはどんな感じですかね。まあツイッターフォローされてる方でもうすごい走ってる方一人いらっしゃってびっくりした。もうすごいなと思って、もうそこのなんて言ったらいいんですかね、やっぱりねこれ相手によっては勝てない状況が何度か出てくる中でやっぱり心折れかける時ってやっぱあると思うんですよ。これってそういう時ガクッと心折れて、まあもうやめてしまう方って数多くいらっしゃると思うんですけど、そこにグッと耐える精神力っていうんですかね、うん、そういうの自分には欲しいですね。はい、そうですね。でガチャが今一応来てるんですけど、ちょっとね、まあ期間限定ということもあって、欲しいですね。あの欲しいとは思うんですけど、そうですね、ちょっと考えようかなと思ってます。こういうのもまあ iOS の方の3周年、の方がまあ多分来るであろうということと、まあ性能的に見てどうなのっていうところが、まあ、自分の中若干あって、まあかなりね復刻しない、キャラというか、キャラなんで欲しいといえば欲しいんですけど、はい、まあそうですね、ちょっとまだ4日と2時があるということでちょっとだけ考えます。はい、はい、というわけであと27時間ほどですかね。はい、まあで、初級試験は終わりを迎えるわけなんですけども、まあラストスパートに、入りつつある状況であるんですけども、まあ皆さんすごい上位争い真っ只中の方たちはそうですね、まあ抜かされないようにもう休憩もなかなかしにくいでしょうけど、はい、まあお体にはちょっとね十分気をつけていただいて、はい、まあ、休憩取ってください言うて休憩取って順位下がったら嫌っていうのはなんかすごいその辺は気持ちはわかるんで、はい、まあ何とも言えないんですけど、まあ無理をまあしなさすぎないようにですね、頑張っていただければなと思います。まあ自分もまあちょっとまあ無理してますけど、まあまあまあ中切りで、やっていきたいと思いますので、皆さんですね最後ラストスパート、頑張れる方は一緒に頑張っていきましょう。というわけで今回の動画はここで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。